はい、どうもクラウドです。今回は、マリオカート7プラス1というゲームをやっていきます。はい、皆さんね、マリオカート7にとらわれすぎてね、マリオカート7の次にの新作が出ていくと知らなかったと思うんでね、まあ実はね、そういうゲームがあったよっていうことを証明するためにね、はい、まあそうやっていこうかなと思います。僕は一応先行体験で、やらせてもらってるんで、はい、この人たちも多分先行体験で、まあ、やってるんだろうと僕は思いますけど、はい、というわけでやっていきますね。なんかみんな変なおかしなカスタム使ってるけど、まあ、実質このゲームマリオカート7らしいんでね、はい、明らかにこのゲームこのカスタムの方が強いと思われるんで、はい、皆さんも注意してください。こんな、ね、人たち、テンプレっぽいカスタムにね紛らわされないように頑張ってください。ターボがたまりません、はい、よろしくお願いします。はい、今なんかケツ振ってますけど、まあそれは気のせいですね。はい、対してケツ振れてないんで、ケツ振りカートではありませんので、はい。ターボ食べるのが難しいですね。これ。あー、ちょっといいところにあるね、それ。あ、てか、しまった。アイテムボックス、そう、見れるんだけどね。しまった。そこら辺に置いてなかった。まあいいや、来たら来たらいいや。ちょっと、忘れたら、まあ負けたら負けたらいいや。次世代に入ってる人のが意外と追いついてくるんだよな。これは無理だな。これはバナナケーキにしましょう。投げなくてよかったね。ボム持ってるね。まあ、こんだけ近かったら、いや意外と遠いな。これ当たるな。これ普通に置かれたら当たるわ。なんか前投げしてこれ自分に当たるんだね。当てんだよな。おいおい、玉林に来たおばさんがいるじゃねえか。おばさんじゃなかった、可愛いキャラクターだった。これあ、そうか、ダブルじゃないんか。あ、しまった。まあまあいいや、とりあえず誰かとやってみようか。で、ここでキノコヒーラー勝ちだ。あ、そういえばこのコースね、セブンにもあると思うんですよ。というわけでね、まあ、実質セブンみたいなゲームだな。まあセブンでさ、これはアイテム取りに行こう。裏の人のアイテム知らないけど、ああダメだ、つなぎしよう。裏なんて知らない、裏なんて知らないから即投げして勝つとね。あ、まあさすがセブンを完走プラス4万までいってる男、一応勝てるということでね、最強カスタムで今回も、マリオカート7の新作、いやマリオカートの新作をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあね、はい、クソみたいな茶番を置いといて、はい、マリオカート8ですよ。久しぶりですね。てか、まあこのゲームを動画にしたのはいつぶりかマジでわかんないですけどね、1年ぶりくらいかもしれないです。スタートを見つめました。そんくらい久しぶりかもしれないね。ひどい。1位取ったからってそんないじめなくていいじゃん。まあ8は前ゲーなんで、はい、前行きましょう。このゲームキャラコンむずい割に、しかもクソみたいなカスタム使わされてるから、ちょっとさっき買ったのマジでマグレなんですけどね、こんだけいじめられたらさすがに勝てません。多分この部屋は、弱いことを期待するしかないですね。あー、スターか、キモさんでも勝ったな。スター使ってる時って天井した方が早いのかな。一応下画面持ってきたんで、はい、アイテムは見えるようになったんで、まあ、そんな警戒くらいはやってやろうかなと思いますけど、使うか。あ、いいね、いいね。これは一旦逃げて最終弾ではなかったので気をつけていきましょう。ここでもう一回キノコの死が、はい、まあ、はぐると。エイトはアイテムが弱いっていうことで有名っちゃ有名なんでね。あ、そうか、そう、ダブルアイテムじゃないんで今のは消さないとダメと、皆さん注意してくださいね。新作だからちょっといろいろシステム変わってるんですよ、このゲームね。ちょっとこれ無理だな。しかもこれなし。ここ行った？あ、でも裏の人赤ポールじゃなかったけど、この子が、さすがに投げないか。キノコ欲しいな。そうだけど勝てんかな。
勝てたな、ワンちゃん。あー、まあいいわ。まあ強いアイテムをほじっとくのが正解なんだろうな。てか、赤怖かったんだけどな、モートンの。まあいいわ、なんちゃって上位取ってるからな。いや、さすがマリオカート7のね、新作ということで、マリオカート7のコースが来ますね。さあ、さっき初戦で負けたんで、今回こそは絶対勝てるように頑張っていきたいと思います。いやー、マジか、ルッパじゃん。ただ、まあ今のは俺が SMP 変わんなかったのが悪いな。まあここでいいアイテム取らせてもらおうかなと思ったけど、アイテムが取れない。ここら辺、ああちょっと先行ってもらおうか。よくブレーキしたわ。ああそれだけは、まあ、やばいやばい、注意大荒れさせてるよこれ。新作から出たクソアイテムですね。前早いな。トゲにいたからこれ気づいてくれたらトゲ譲りしてくれないかな。モートンは何も持ってない。案外この人たち何も持ってないな。でもまあさすがに気づかんか。これは持っていってもいいな。あんな回避できるかな。下画面は見にくいんだよな俺の今の配信環境的にね。今リンクは最下位なんですけど、取ったらすぐ使えそうな気がするんで、まあ、待機はしとこうかなと思いますけど。どうだ、裏二人がキラー、そろそろ引くんじゃないか。引かないで、ちょっと雨が降ってない。全然見つけんじゃん。まあキノコとか全然取っていけなかったからかな。さすがに最後キノコ2つでいけんかな。もうサンダー、あでも今トゲ、あーやっぱサンダー来るか。これトゲ来るのね。それ被弾してくれてありがとう。ここでキノコにいたらタッチっぽいかな。ダメだ、やばかった。あー上前に投げてくるか。暗い。いやー残念。いや、やっぱサンダー、じゃあ、スター保持でよかったか。わからんな、このゲーム。まあ、でもスター保持はやっぱ、このゲームにも大事ってことだな。今、この例体多分、本当にブッパマンだろうし。最後くらい1位取ろうか。はい、ラスレイヨキシサです。初手、キノコ引いたら勝ちみたいなもんかもしれない。キノコ引きましょう。これでマリカセブン勢を増やしていきましょう。コインが取れません。あー、ライン取り調整をしてやりたかったんだけど、もう僕の技術では無理でした。あははマジか。この時代って論拠あるんかな、もうわかんない。コインある？いいね、やっぱ。で、どうせ期待できないんで、あのこのまま行きます。あでもちゃんと木の差引いてる。あでもそれでも結構追いついたね。クラッカー前に。あーしかし、ごめんね、俺が邪魔しちゃってね。譲った方がいいよ。ちょっと使いましょう。いやーマジか。だからアイテムが見えてないんだよな、ね、左下とかに置いてくれたらいいのにね。8デラックス、まあ7割7の5カゴ出ませんでした。1の人だけ早いな。どうにかしてほしいけど。さあ、あれして、
使って、あら、あ、こっちそこにいるわ。あれ、飛び来てほしいんだけど。目は今のところに見えない。これ合ってます。なんか。じゃあ、ここは。僕の緑コーラさん。いや、無理だ。別に見どころもねえわ。ただ画質がいい、画質が良くなったマリオカート7でした。まあでも1332だから許してくれない。1332、あー違うわ、これはマリオカート9が出るフラグでしょうか。はい、そういうことにしときましょう。はい、というわけで、マリオカート7の新作でした。お疲れ様でした。